苦しそうだな、コガラス。人など気にせず、自分の命を大事にしてはどうだ。愚問にも程があるな、ヒズミよ。わらわは千年という時を人と生き、人と共に歩んできた。そんな人を見捨て、どうしてわらわだけが生き延びられようか。まこと愚かはお前の方だ、コガラス。人はもろく、弱く、いつかは滅ぶ存在。守る価値などないよ。確かに図体がでかく、すりつぶすことしか脳がないお主から見たら、そう思えるかもしれぬな。じゃが、人はわらわたち、人ならざる者よりずっと賢く、心が強く、常に未来に向かい、進化をし続けておる。乗車必須を繰り返しながら、銃が作られ、城より高い建物が作られ、新たな食物が取り入れられ、全身で文明開化を感じられる楽しき毎日よ。そんな美しい時を紡いでいる者たちが、身体的に脆く、弱いのであれば、守りたいと思うのが、力ある者の性ではないか。お前が人を見捨てれば、多くの人が、絶望という名の、負の感情を抱くと思ったのだがな。それは我がお前を、無に返すことで、成就させるとしよう。あの一撃をかわした上で切り倒すだけの余力が今のわらわにはらしくないわよ、コガラス丸。この立ち筋を。上泉、それに他のひよっこたちまで。いつまでもヒナだと思ってたら大間違いだよ。おお、忘れはしない。我を血に伏せさせた憎き小さき者たち。ひよこだっていつかは成長し鶏になります。これは、あの時の主からぬくもりが、胸の奥から力が湧いてくる。上泉たちの御霊が急激に。あやつは複数の御剣に対し、ここまで同時に高められるのか。一気に決めるよ、隊長君。主様、ご命令を。了解。